はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴田亮司でございます。ジュン・コロンボ様、あるいはジュン、ジュン・コロンボ様、あるいはジュン・コロンボ様、大野様、福田様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただいていると思います。参院選向けのチラシの、ポスティングボランティアさん大募集であります。参院選に向けて、こういうチラシを作りました。これ表面なんですけれども、 NHK はこういうところが不公平だみたいな、ことが書いてあります。表面、全然見なくても朝から晩まで見てても一律の料金っておかしいとかですね、払わなくても契約しなくても見れちゃうのは、ちゃんと払ってる人からしたら不公平だろう。というようなことが書いてあります。裏面は、例の外国人生活保護廃止、外国人実習制度廃止、外国人留学生超優遇廃止、救助破棄、スパイ防止法、捏造報道に罰則を、NHK スクランブル放送実現、消費税減税から廃止、漫画やアニメなどの表現規制一切反対というようなものが書いてあります。で、まあこれこれこういうわけで理由も書いてありますんで、私のっていうよりも一般的な啓蒙の保守のチラシとしてもいいような気がします。ポスティングする範囲は都内全域です。どこでもいいです。1000枚1単位で送らせて、いただきます。俺はもっとできそうなって人は最初に2000枚、送れとか、言ってください。初回ですんで、10日ほどかかっちゃいます。その後はとっととっとと、送れるようにこちらでプールしていこうと思うんですけれども、靴沢亮司アットマーク Gmail か、またはツイッター MK00350 の DM でご応募ください。よろしくお願いいたします。日本改革党メール党員大募集であります。私が毎日書いてるメルマガをご登録していただいて、日本改革党をご支援ください。東京地区の支部長も相変わらず大募集であります。よろしくお願いします。今日病院行ってきまして、顎の骨の手術、決めてきました。検査の結果手術できるっていうことで、じゃあやりましょうね、17日から入院ねみたいな、あと同意書、手術同意書渡されて、埋没親知らずが顎の骨を溶かしながら、下に落っこってってまして、いずれ穴が開くってことでね、左の下です。左上右上下は抜いてあります。全部全部こう横倒しになってるタイプの親知らずでして、私、根性が曲がってるので浜で曲がっているという感じで、多少のリスクとっても手術した方がいいっていうことで、まあ歯科じゃなくて口腔外科で全身麻酔、17日から4日ほど、まあ、20日にうまくいけば退院ということで、その間動画とメルマガお休みいたします。あしからずご了承ください。メール当院限定の懇親会とかも、まあ、手術の腫れが引いてからになりそうですね。20日に退院して、まあ、他の親知らずやった時は、まあ、1週間ぐらいで腫れは引いたんですけど、抜いてね、大穴開くんですけど顎の骨に、それ戻るまでは4ヶ月って言われちゃったうわーやばいな。手術前検査で胸部レントゲン取ったんですけど、がんの再発はしておりませんでした。予定通り参院選に出れると思います。ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん61歳が自宅で死亡、自殺とみられる。フジテレビの目覚まし8がですね、いち早くそれ伝えてですね、上島さんの自宅前から中継しやがった。これはですね、WHO の出してる自殺報道ガイドラインっていうのにまるっと違反であると非難合々になっておりました。
フジテレビは上島さんが首を吊っているとして家族が見つけ通報したと報道。午前8時からの情報番組めざまし8で開始早々都内の自宅前から中継したが批判が噴出した。これですね。別にあの自宅に行ったからってなんだっつんだって話なんですけどね、なんか新しいこと分かんのかって話なんですけど、ネットの反応です。さすがフジテレビ、ひってえなこれ、やりたい放題、ゲスすぎ、まさにマスゴミ、出演者ガチギレじゃねえか。なんか小木ママとか他の人も出演したワイドショーだったらしいんですけど、結構ドン引きしてたみたい、出演者すらドン引きしてたみたいであります。よほど近い親族以外自宅に行くな、一番大変な時にクズすぎる、やってることが迷惑系 YouTuber と同じ、信じられん、そっとしておいてやる、 BPO はこういうのを問題しろ、自宅行ったらなんか情報があるわけでもないだろうに。まあその通りなんだよね。自宅行ったからなんだって話なんですけど、まあ試験ですけど、あの昭和の頃の芸能レポーターがモシュにマイク突きつけてですね、今のお気持ちはとかやってたのも遠い昔であります。テレビが20年ぐらいないんで私わかりませんけれども、こういうのはさすがに批判でなくなってたのかなって思ってましたけど、今も昔も不幸なニュースにテレビが群がるのはなぜか、その答えは連中は日本人の不幸が大好きだからであります。富士に限らずですね、今のあのテレビ局に日本人がいるかどうかも疑わしいですよね。NHK なんかね、あの国会質問で外国人どんぐらいいんの、質問されても答えなかったしね。NHK 答えなかったのをいいことにですね、 NHK は全部外国人で日本人は一人もいねえって言いふらされても仕方ないですよこれ。何パーセントいます、何人いますって言わねえんだからね。私はね、あの街頭でそれやってますけどね、 NHK に日本人一人もいませんよ、全員外国人ですよあれ、日本人の名前名乗ってっけどって言っております。テレビ全局日本人の不幸が大好きと、まあ、あのテレビ投げ捨てて、抵抗しましょう。自殺とみられる有名人の自宅からの放送は後追い自殺を防止する WHO 自殺報道ガイドラインにまるっと違反だったようで、厚労省がぶち切れて声明を発表しておりました。まあ、ホームページであのこちらのようにですね、赤字でちょっと怒りが伝わってきますけど、再度の注意喚起、メディア関係者各位、タレントの上島竜兵さんがうんぬんと、自殺報道ガイドラインうんぬんと、しかしながら一部メディアにおいて自殺報道ガイドラインに反する以下のような報道放送が行われておりました。改めて注意喚起いたします。自殺の手段を報じる、自殺で亡くなった方の自宅前などから中継を行う、亡くなった場所の写真や動画を掲載、街頭インタビューで市民のリアクションを伝える、以上のような報道や放送はとりわけ子供や若者、自殺燃料を抱えている人に強い影響を与えかねませんと。自殺燃料っていうのは、まあ、自殺しようかどうか迷ってるみたいな人でしょうか。ぶち切れてんな。これはあのフジテレビのやったことでしょうね。これね、こういうのは違反だからな。ガイドラインにネットの反応です。ほとんどフジテレビ、フジ全部やってて草、実質名指し、想像の10倍切れてた。再度の注意喚起というワードがガチ切れ度を上げている。もうこれフジテレビって書いても問題ないレベル、具体的に切れてて草、ガイドラインって罰則ないんやろ、ウジ虫が言うこと聞くわけないやん。ウィキペディアよりですね、ウェルテル効果、とは簡単に言えば一般的に知名度や人気の高い人間が自殺すると連鎖的に自殺が増えてしまう現象を示すと。連鎖自殺、誘発効果、ドミノ連鎖とも言う。尾崎豊さん亡くなった時は後追い自殺あったみたいですね。尾崎豊さんは自殺じゃなかったみたいですけれども、厚労省がそんなに切れてんだったらフジテレビはこんなことしてましたって名指ししたらいいのね。ダメなことはあの全部やってんだからね。放送免許取り消しとか罰則ねえのかな。BPO は富士の外国人仲間で
これまた委員に日本人は一人もいませんので、スルーしますよね。BPO も9時も日本人が一人でも多く死ねばいいと思ってるから、むしろウェルテル効果を引き起こしたいと思ってますからね。私の抗議会役の予定にはですね、悪質報道に罰則を入れました。まあ、これでですね、全部のメディアは私を敵視するでしょうね。選挙中もなるべく映さないように、報道しないようにするでしょうね。まあ私、無敵の人に近いから、まあやれるんで、全部のメディア敵にましても別に構わないんで、つうか、むしろ向こうが私を敵視してますよね。悪質捏造報道には罰則を。まともじゃん。まともなこと言われて敵だって思うんだったら、思えばいいんだって話。選挙中はね、大使館周辺以外ならどこで凱旋してもいいらしいんですよ。だから例えば新大久保で外国人生活保護廃止なんかを訴えようかなーって思っております。まあ通行人に殴られたら殴られたで、まあそれでも構わねえな、覚悟を決めております。松野官房長官記者会見、人との距離が十分取れれば屋外では必ずしもマスク必要ではない。ネットの反応です。咳するジジイがマスクしてなくて店からどんどん人が出て行って笑った。これ電車の車両でもありますね。なんかゴッホゴッホ咳してる人いるとそっと車両を移る。周りがやめたらやめる。屋外ではマスクを外せと切れるジジイ発生。出そうでね、出そうだね。屋外でね、マスクしてたらジジイが切れて外せと怒られる。そういう事案起こりそうですね。てか前からそういう話じゃなかった。感染しても怖い病気ではなくなっている。気温が高い時は外さないとしんどい自分で判断ってことで、私肺ちょっと一部取ってますんで、マスクしてると息苦しいです。息苦しい。階段登ったりなんかするとますますぜいぜいしちゃうのが未だに。だからこれはありがたいんですけど、これからの季節熱中症の方が心配なのでっていうことらしいです。官房長官の話からするとね、確かに公園なんかで遊んでる児童にマスクとかつけさせておくと低酸素で脳に悪そうですよね。去年の6月にですね、緊急事態宣言中に NHK ネット聴取許さないデモできたんですよ。当局が許可してくれたんです。当局の判断でですね、屋外でしかも移動するデモは感染拡大の原因にはならない、参加者も、クラスターしないという判断だった。緊急事態宣言中でもそうだったから、弱毒化した今はなおさらなんでしょうね。現職国会議員を名乗りグリーン席チケットを騙し取った、余罪がたっぷりありそうな山下康夫79歳、立憲岐阜県連顧問はなんと元はですね、JR 労組連合のお抱えの国会議員でした。自分の支持者から騙し取ってりゃ世話ねえね。連合関係者、散々支援を受けてきた JR 相手に詐欺を働いたんですから開いた口が塞がりません。久しぶりに名前を聞いたと思ったらまさかの情けない醜聞、よりによってこんな容疑で捕まるんだけは勘弁してほしかった。恩をあだで返されたや貧すればどんすどころか瀕して顔に泥を塗られたなど呆れや怒りの声が上がっています。だそうであります。ネットの反応です。立憲面目丸つぶれ、任命責任とやらどう果たすのか、立憲共産党は責任取れよ。県連顧問は現役だもんな。立憲これどうすんの。知り合いがいるからバレても揉み消せると思ったんだろう。まあ、JR の中に知り合い。泉がちょこっとコメント出した以外は全員だんまり。立憲を支持してる奴らって知能に問題あるよね。最近有害野党どもが言わなくなった言葉にですね、説明責任だの任命責任だの民意がーっていうのがありますね。これ言うと全部ブーメランなんで言いにくくなったのは自業自得であります。全員嘘つきで恩知らずで、むしろ恩人を恨むっていう性質があるのは左翼の基本ですね。これ横の国の影響を強く受けてましてね、恩を受けるってことは結局その人よりも下だっていうことだから、自分が恨む、かえって恨むという習性、そういうねじ曲がったですね、
世界でもここしかねえんじゃねえかっていうねじ曲がった修正、ですね、山下も帰化した元外国人っていう噂が流れております。なので左翼相手にですね裏切られたっていうのはアマちゃんなんですよね。認識違い、左翼なんだから、左翼を支持しても支援しても、俺が偉いからこいつらが担ぐんだぐらいに思って恩に来ませんよ。全然感謝もしませんよ。まあこれも横の国の人間と一緒なんですけど、 JR ローソは自分らがどんな人間のクズ持ち上げてたか分かってなかったんでしょうね。だから裏切られたなんて言葉が出るんであって、元からそういうやつだから、大和田人間、普通の知能だったらまあ社会党だの民主党だの応援できんもんね。安倍元総理がですね、日銀は政府の子会社で、国債だって期限が来たら借り換えればいいじゃんって言ったところですね、立憲がですねとうとう言ったという感じ、国会で追及するとか、共産党は何を言ってるんだって批判してましたけど、日銀は政府の子会社だわな、紛れもない、分かってねえのお前らで、本当にね、左翼ってバカで低知能で嘘つきで恩知らずで恥知らずですね、まあ、横の国と一緒でこういう人間にはなりたくないなって見本だね。人類って呼べんのかな、この頭悪くてな、ちょっと思っております。というわけでポスティングボランティアさん、メール党員様、東京地区支部長大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。